今日はですね、僕がしばらく永久欠番にしていただけるということで、難しく考えない導入支援というのをやりたいと思います。もちろん大変なことは多くあるんですけど、難しく考えすぎじゃないっていうところですね。細かいところに入り込みすぎてないですかっていうことですね。具体と抽象、抽象と具体を行き来しようというのがポイントなので、ちょっと具体に寄りすぎると物事が進まなくなりますよと、見失いますよっていうところのお話をしたいと思います。そもそも導入支援は勤怠集計そのものが難しいです。給与計算も未経験だったりするの中、それを設定しなきゃいけない。クラウドサービスもいっぱい種類があって、機能もたくさんあって覚えられない。そして毎日目の前の業務で忙しいっていうね、導入支援をやってもらってるわけですけれども、細部はもちろん大事なんですよ。すっごい細かい、チリ一つ落とさない設定は大事で、そこはすごく気をつけているんだろうとは思うんですけど、逆にこの細部にこだわろうと思うと抽象的な目で見れないとですね、細かいところを見落としちゃうというね、名言がありまして、細部は大事でも抽象も大事というのをね、言ってる人がいますと。ここをやっぱりどっちかだけに振ると質って上がんないよねっていうところがポイントです。どういうことかというと、こんな感じです。こういうのが抽象ですね。こんな感じですっていうやつが。で、一番上は表層、骨格、構造、要件、戦略って言って、どん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 こう曖昧になってくるんですね。表層っていう一番目に見えてるところだったりするんですけど、戦略とか要件のところって意外と見えないんですよね。で、お客さんがもう持ってないから、この要件とか構造っていうのを、Sとかセールスが入って、ちゃんと固めているはずなんですよね。なんだけど、ここを分かってないと、落ちてきてこれだけやるよってやると、ちょっと難しいよね、というところであります。ですね、上に行くほど具体的、下に行くほど曖昧。例えばペーパーレスにしたいとかは、まあ抽象度高いですよね。要件ですよね。生産性上げたいっていう、うちの会社の生産性上げよう戦略で、ペーパーレス化しよう要件、クラウド勤怠にしよう構造で、こんな風に打刻取りたいで、ガチャ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 言ってくるみたいなのが表層ですね。で、このガチャガチャのとこだけやってても、なんでこうやりたいのか分かんないとずっと大変なんですねっていうことが、この具体と抽象を行き来する良いところですっていう話です。で、成長曲線がね、左から右に皆さんの成長曲線があるんですけど、仮に表層を見て毎日を過ごした場合の成長は、深い森か沼に入るコースに、仕上がっております。どういうことかというと、表層ですね、具体のっていうのをなんとか次できるようになった気がする、じゃあハーモスのなんとかのセットできるかも、じゃあジョブ感フリーのってやると沼に入りますね。これ完全に沼にはまります。だってなんでそうやってるかとか、再現性ないからずっと大変なんですよね。この森に入ると、やっても終わらない、やり直しが多い、なんでこれをやってるのかわからない、大丈夫かなっていろいろ悩みに入っちゃうんですね。これが深い森コースですね。最も人気のコースです。世の中の人一番みんなここに行きたい、行きたがるというか行っちゃうね、人気コースなんですけど、できればこのコースじゃない方行っていただきたい、正規のルートを通してほしいということなんで、例えば表層の作業を覚えるから始めるかもしれません。 KOT の具体的な設定はこのほどとわかるかもしれませんが、次に骨格構造の方に上がってほしいんですよね。なんでこれやったんだっけとか、これってなんか他の会社でどうだったっけとか、実はつまりこういうことだよねっていうのをなんとなくこう頭の中で整理をしていってほしいですね。少し一段下がって見てみるみたいな。よくわかんないと思うんですけど、何を言ってるか。この辺が抽象度なんですね。こういう話が抽象度が高い話になっちゃうんですけど、例えば実際ってこうなんですよね。なんか全然違うものを2つ覚えてるんじゃなくて、キングオブタイムもハーモスも例えばね、同じとこがあるんです。どこかしら、これなんとなく感じてると思うんですよね。なんかこれ似てるなぐらいの感じではあると思うんですね。これ皆さんが多分こう見えてる、全部は一緒じゃないけど、ここは一緒なんだな、なんか似てるなっていうのはやってると気づいたとこがあるんですけど、師範にはこのように映ってます。いいですか。だから覚えることがたくさんあるように見えるんですね。沼に入ってるように見えるんですけど、こう見えてるんです。ここが大事ですね。で、この共通項って何っていうのをしっかり探していくと、感じながら仕事を進めていくのがめちゃくちゃ大事です。前世紀の僕はこんな感じで見えてました。もう今わかんないですけど、もうこんだけなんですよ。ここ分かってるから、あともうこの辺でしょみたいな。新しいの来たらこの丸重ねていくだけなんで、重なってないとこだけ勉強すればいいんですね。というのがすごい大事ですよっていうのが、抽象度の高い話で大事なポイントにはなっております。ということで、例えばじゃあ何なんですか骨格構造っていうのを言うと、これは勤怠かな。もう基本設定マスター、集計結果、ワークフロー、有給付与が終わったら終わりです。勤怠だっていうのはこれだけのことですね。単純にすごいデフォルメすると、やってるのこの4つしかやってないんですよ。で、その中にまた締めとか会社情報とか従業員情報とか雇用区分とかいろいろあるけど、どのシステムもこの順番で進んでるんですよね。結局給与もう給与の方がもっと簡単ですね。全部これでやってます。こんな感じでポンポンポン、まず何やるの、従業員マスター、事業所マスター、締め日、支払い日、保険の加入、なんとかって、もうなんかそのシステムにあるかないかっていうよりも、もうこれをやるって決まってるんですね。
ああ、で、ジョブ管にはないのか、フリーにはあるのかっていうだけなんですね。で、次、従業員マスターをドサッと入れて、本人情報入れたら次、扶養家族バンって入れて、で、今度、手当マスターなんで、手当マスターバンって入れて、工場マスターでダンって入れたら、休憩者できちゃうんですね。これぐらいシンプルに考えて、この中の今、どこをやってますかっていうのがすごく大事なので、今、これ全体の仕事のどこやってんだろうかとか、これ同じ流れ来てるよと。いうのをここに立ち戻って新しいシステムに行き、立ち戻って新しいシステムに行きってやると全体像が見えてくると思います。で、例えば年長も新しい、まあ、昨日ハーモス年長出ましたってなりましたけど、別にそんなに驚くことはなくて、へーっていうのでもう理解できちゃうんですね。一から全部ホームページを見て調べたりしなくても、実際に使ってみて理解しなくても、この構造が頭の中にあるので、これどこだっていうだけなんです。1番、給与計算と年長機能がついているのはフリーです。一つのソフトの中で、年末調整機能、年末調整出ましたって言っても、あれできるんですか、これできるんですかっていうのは、ポイントはこの税額確定機能があるかどうかだけなんで、税額確定機能があるっていうことは、他の給与計算ソフトを使っていてももちろんできるし、この中で税額を決められる、年末調整ができるっていうのがポイントです。これが、マネポかな。で、3番、ハーモスはこれが出たわけですね。税額確定できないソフトだから、じゃあどうすんのっていうと、給与ソフトがいりますよって話なんですね。じゃあどこがポイントかっていうと、反対に何ができるか、収集ができるだけだから、収集のところの調べればいいだけ、あと給与との連携を調べればいいだけっていう風に、結構物事をこう単純化していけるので、単純化する作業というのが、構造化するというのが大事かなと思ってまして、前もちょっと貼ったんですけど、解像度というのはですね、深さ幅構造なんですね。この深さと幅はね、皆さん結構得意なコースなんですけど、まあ深さって書いてあるだけあって、沼なんですね。ここに行き過ぎちゃうと、深いとこまで行ったけど帰ってこれなくなるっていうことですね。沼なんでね。で、なんで帰ってこれないかって言ったら、地図がないからですよね。で、地図がさっきの構造に当たるので、導入支援ってもうこれやってるだけなんで、この地図に沿ってやってるだけなんですね。そこを深く入って沼に行っても出てこれるわけですけど、これがないから、とりあえず沼に入ってみましたみたいな感じになっちゃうと。で、次の沼に入っていく。ずっと入っていくから、沼が続くみたいな感じになっちゃいます。こういう構造を頭に入れといていただくと、導入支援も、あ、なんかそれだけなの？っていうことになるんじゃないかなということで、深さ、幅、構造っていうことの構造を書きました。これですね、これ全部分かったらもうできます。大体これしかやってないから、勤怠をクラウド勤怠はこれしかやってないです。もうほぼこれ全部詰めていって答えることできたら、大体のソフトできるから、今から新しいのをこれ追っかけたらできるんです。もう大体ルールもうこれに合わせて起きちゃう。なんかさっきの4つ、基本マスター、集計、ワークフロー、有給、あとアウトプットがありますと。で、基本マスターっていうのは所属と指名日と、まあ、単一複数、従業員マスター、従業員マスターはこれだけあれば最低限できる。その他もついてるんですね。へーでいいんです。これが大事なんです。で、集計も日と週と月でまとめたとき、まあたまに年ありますけど、基本これだけなので、これを丸め、どうなってんの？ええ感じにできるの？どんなルールでええ感じにできるの？っていうのを調べるだけ。っていうのを一個ずつ、これ今ここの構造の中にいるぞって分かれば、あとこれやんなきゃいけないねとか、周辺にこれがあるねとか、全体のどこだっていうのが分かるということなので、これをですね、やりましょうと。で、給与の方が簡単なんですけど、まあちょっといろいろ書いちゃったんですけど、もうこれできたらできるんですよ。で、新しい給与ソフト来ても、これどうなってるのっていうのを見ればいいだけで、事業所マスター、従業員マスター、手当工場アウトプット、手当なんか工場なんかは分かりやすいですね。これしかないから。絶対これしかないんで。他のなんか、分かんないですけど、すごい特殊なものっていうのはもう、書いてなかったら特殊ですよね。ここにないものは特殊事例だと思ってもらっているので、この構造を入れつつですね、入っていただくと、正規ルートで、ね、皆さん大好きな深い森沼コース、人気のね、コースがあるんですけど、ぜひこちらに進んでいただければ、日々のどこをやってるか、どこにいるかっていうのが見えるんじゃないかなというお話でした。以上です。ということで、導入支援は難しくないよっていうことですね。説明するのは簡単なんですよ。ね、やるのが大変なんです。ただまあ、それぐらいのシンプルさで、あとはやるだけっていうふうにやった方がいいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。だって守りたい。他国をすること。